はい、今回はですねラングラー JK 室内灯を LED に交換したいと思います。この手前のライトと奥のライト、このルームライト2つを交換したいと思います。交換する LED のランプはですねこういった形のものになります。手前側は左右に分かれて2つ必要なので2つに分かれたもの、奥のものは1つのライトになっているので1つでこういった LED が並んだものと交換します。これは全部ですねネット等で購入できます。そんなに高いものではありません。数百円で売ってます。ではつけてみます。はい、まずはですねこのカバーを外します。結構後ろにこう手をかけてグッとやるだけで簡単に外せます。そして中に玉があるんですが、これも刺さってるだけなのでこうやって引っこ抜くだけです。簡単に取れます。そしてこの端子の部分、刺さってた形と同じようにグッと刺すだけですね。で一回つけてみます。この通りつきます。こんな感じですね。かなり明るくなります。もう片方も同じくこう一個抜きます。一個抜いたら同じようにこれを刺します。そしてこれプラスとマイナスが一応あるのでその方向ですね、それを間違えると一応つかないみたいなんで、これで2つともつきました。そしたらあとはこの中に収めるだけです。一応ですね、これ中に収めるにあたってですね、まあビヨーンって出て傾いちゃったりとかするので、一応中にコードをこう巻きつけてですね、両面テープが一応ついてますので、それを剥がして、まあ適当に下に落ちてこないように、まあくっつけるのがいいんじゃないかなって思うんですけど、こんな感じですかね。こっち側もに貼るところはないので、まあ一応この端子の部分になんとなくついてる感じでつけるしかないんですけど、こういう感じでもう一度点灯してみます。こんな感じですね。かなり明るいです。今回つけたのは、LED が 1,2,3,4,5,6 6個ついた6灯のものをつけてみました。もう3灯ぐらい、全部で9灯ぐらいでも多分つくんじゃないかなとは思うんですけど、スペース的に。ただあんまり明るいのも眩しすぎてしまうので LED だと、そしてまたカチャッとこう閉めたらこちら側完成です。やはり最初と比べるとかなり明るいと思います。いいですね、明るいですね。こんな感じです。すごく簡単に取り付け可能ですので、もう本当に誰でも交換可能ですね。
次はですね、後ろのルームライトです。これはですね、ここをちょっとこういった何かマイナスドライバーでも入れて、そういったものでこうやってやると取れます。そしてですね、この中にこう玉が入ってますので、玉を外します。こういった端子でつながっているものですね。これで一辺つきますね。かなり明るいです。つけたら、これはこのまま平らなんで、こういった状態でもいいんじゃないですかね。こんな感じです。これでできました。非常に簡単です。本当に端子から玉を抜いて差し込んで付け替えるだけっていう感じですね。はい、どうでしょうか。最初の純正と比べて相当明るくなったかと思います。費用もそんなにかかりませんし、非常に簡単に交換することができるので、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。ラングラーはこういった風にパーツが豊富で、あと自分で交換できるっていうのは非常に嬉しいですね。その他もいろいろちょっとしたカスタムをしていきたいと思います。お楽しみに。